めっちゃかっこいい二画面ということで、もいる、ね、なんで MC したのやった、 MC。 はい、皆さんということで始まりましたみゆみゆの罰ゲームチャレンジ。そして私たちはご褒美です。3人います。やった、映ってる、映ってるよ。あ、私もじゃあ反対カメラにしよう。じゃん、あ、全然映ってない。じゃあ、映った。みんな浴衣でーす。みんないる。わかる。かわいい。反対にしてさ、じゃん。じゃん。じゃじゃじゃん。戻んない。あ、戻った。感じです。ねい。手に合わせて、よっこらって。さあ、うちらはご褒美。ご褒美は罰ゲーム。やってくぞ。喋っちゃった。めっちゃかわいそう。私今日一日頑張ったんだけどね。頑張ったね。本当に頑張ってた。間違いないね。頑張ったよね。嬉しい。罰ゲームはなんか酸っぱいゼリーと青汁らしくて。うわ。でもあの青汁は私実は毎日飲んでる。うわ。すごっ。健康で、健康。でも最近飲めてなかったの。おうおう。じゃあ山中湖行ったりしててお家にいなかったから、ね、体勢がさ、そう、そうだね。だからえ、青汁飲むとさ体いい？めっちゃいいよ。2年ぐらい続けてる。うわー、すごっ。え、私も飲めばさ細くなれるかな。めっちゃ変わる。ちょっとここでは言えないけどめっちゃ変わる。細くなれるわきっと。え、でもいつもは豆乳で溶いて飲んでるから水飲むと結構ということはしっかり罰ゲームになりかねない。確かに。ここにありますよ、みゆみゆ先生、ね、ありがとうございます。でもそのポップでさ一袋ってなったらさ、確かに濃い、結構じゃない、めっちゃ濃い。それも罰ゲームということで。え、結構量多いけど大丈夫。混ぜるものある？あ、フォーク。あ、フォークでもみんながケーキ食べるようだから。ダブルパンチなの？これもう。え、耳ダブルパンチ。混ぜないと。カブトムシのゼリー。もっと。ここにカブトムシのゼリーだと思った。違った。これは酸っぱいゼリーらしいです。いや、酸っぱいの食べた後に青汁飲んだ。どんな味？え、どっちが先がいいと思う？確かに。え、酸っぱいじゃない。え、どっちだろう？確かに酸っぱいの味わかんなくなりそうですね。どっち勝つんかな。酸っぱいから、酸っぱいから苦い。はい、まあ、本当に、え、なんか、あ、でもなんか抹茶みたいな匂いする。普通飲みやすい青汁。手鍋が多分混ぜるもの。えー、やるよ。ごめん、ありがとう。いい、私の罰ゲームのために。あ、スプーンのほうがよくない。これがひなのお茶。ひなのお茶、みなさん優しい。お腹すいた。食べる？食べない。お腹空いた。私酸っぱいの食べれる。え、逆に食べたい。あ、じゃあ、え、行く？だから、あの、先にみゆみゆがやってから。じゃあ、みゆみゆ中継私の飲みしていく。行きます。おお、みゆみゆが。罰ゲーム。みゆみゆ選手が。バイゼリーを手に持っています。おお。あ、ごめんね。あ、ごめんね。聞いてきそうやな。どう？酸っぱそう？ん、見た目なんかね、見た目が普通のレモン、見た目駄菓子系のゼリーっぽい。ちょっと柑橘ゼリー。あ、ありがとう。大丈夫かな。すごい、いろんな視点でみゆみゆのこと見れる。頑張ってください。ありがとうございます。じゃあ、いきますよ、皆さん。じゃあ、罰ゲームなんですけど、いきます。いただきます。一気にいったよ。うん、どう？あ、普通の顔してるぞ。あれ？あれ？目が覚める。いい、いいね、いいね。うまい、うまい。目が覚める。どういう系？一気に急に酸っぱいの、ちゃんと感じる？なんかもう、息できないぐらい酸っぱいじゃなくて、普通にちゃんと美味しいけど、パッて、おー、目が覚めるって感じでした。かわいい罰ゲームです。美味しい。うまいな、食レポが。誰も。美味しいところです。眠い皆さん食べてください。カブトムシになりきって。わかる、カブトムシじゃないんで。カブトムシにあげるよ。大丈夫、カブトムシになったの。どうですか、大丈夫ですか。カブトムシになったんですか。あれ、目が生えてるよ。まずい、やばいやばい、
やべ、青汁飲まなきゃ。青汁飲んで引っ込まして。青汁飲んで人間になります。青汁飲まなきゃ。引っ込むのがございます。青汁飲まなきゃ。ちょっと今のままでカブトムシになっちゃうから。やばいやばいやばい。超かいに。早く人間になりたい。そうなんだよな。結構濃いよね。濃い。結構入ってるよ、ね。多分半分以下でもいいぐらいの匂い。ね、ちょこんな本末。ね、健康にねいいだろうから。結構。でもさ、結構な色してるよ。水に溶かす。いや、でも、私も飲むようにしようって思った。いや、思ったわ今。でも今だけかもしれない。でも飲みたい。なんかこんなにいいことが書いてあるの。なんかさ、飲みたくなるよね。そう。いいよ、これ飲もうかなと。鉄分。カルシウム、うん、反応見てる。私も飲もうかな。ありがとう、これスプーン持ってきて。めっちゃ体にいいじゃん。ちょっとミユミユが飲み終わったら私も飲もう。ミユミユの反応見てくれ、ね、やだ、おじる。あ、ガチャ出ましたって、おめでとう。これめっちゃいいじゃん。でもすっきり美味しいって書いてある。飲みやすいって書いてない。しかもオリゴ糖とか入ってるんやん。そうだね、美味しいって書いてあるの。あ、なんかすごい傾いた。なんか溶けない。あらららら。そうだよね、水少ないよね。すっごい濃い、結構濃い、濃ゆい色してる。ゆみゆいつも豆乳だからね。そう、ダイレクトに。じゃあ青汁、さあ頑張ってください。キャプテンください。では青汁いただきます。召し上がれ。うわぁ濃い。苦めな顔してます。頑張れ。一気に行くの？一気に行くの？の全部飲むの？一気に行くの？一気に行くの？偉いぞあの子。おお。うわあ、行った全部。マジで。ねえ、すごいねあなた。うんうん、顔で伝わった。酸っぱくて目覚めるから。てか。やばい、かわいそう、ダブルパンチ。でもこれで健康になった。健康になった。カブトムシはなくなったし、元気になれる。人間に戻った。よかった、おめでとう。おかえり、よかった、帰ってこれた。はい、力が頑張ったわ。食べてみたら。あ、食べる。食べてみて。なぜか力が今酸っぱいゼリーを食べようとしてます。食べたいっていう。ブシュってなるから気をつけてね。でも一気飲みできた。お腹すいた。足しになるかな、ゼリーで。食べた。あ、偉い。本当に。どうですか。おいしい。おお。え、酸っぱくない。おっと。あれ。あ、変わらない。あれ。あれあれ。酸っぱくないって。酸っぱくない。なんか酸っぱいけど、うん、全然かも。おいしくいただける酸っぱい。おいしくいただける。うん、でもわかる。でも分かんない、酸っぱいのめちゃくちゃ苦手な人にとっては強いんだね、うん、きっと。力は全然美味しい。なんかレモンそのまま食べた方が酸っぱいかも、うん、まあ、あー、まあね、本物だからね。ゼリーだから、レモン好きだから。丸かじりいけちゃう。全然美味しい。青汁飲む人はいませんか。大丈夫です。いやちょっと飲みたい。私も飲みたくなって。え、飲んだことある？青汁ないんだよね。あ、でもある、あるけど、ちょっとはるかと飲む。そう、はい、半分とか。そうだね、これ半分とかでもいいかも。いけます。すごい、私の罰ゲームだったらみんなが美味しく試食してるみたいな。耳のね、半分見て気になる。いつも飲んでるっていう。でも豆乳で飲むと美味しい。うん、美味しい。飲みたくなっちゃった。あ、でもなんかめっちゃ待ってます。すごい待った今。青汁もだって商品だから。さすがに。いただきます。もう激苦って感じではなくて、うん、体に良さそうみたいな感じだった。美味しいよね。私はこれだけで。ねえねえねえ。てな嘘で。ちゃんと半々平等に。あ、みはるさんは一袋。普通に飲みたくなっちゃったから、私のリアクションはノリアクションなんで。ノリアクションでいくので。がね、ちっちゃい。そう、ちっちゃいからね。そうなんだ。うわ、緊張してきたね。ありがとうございます。じゃあこれ本当に溶けないね。あ、スプーン、あ、フォーク使っていく。こんなかな。でもケーキ食べるんですかね。これ混ぜただけだから、これでよければ。お借りします。乾杯。みんなが挑戦してる。私は挑戦しません。じゃあみんなの様子をしましょう。すっごい濃い色してる。溶けないですよね。え、これ混ぜてないでしょ。待って、ダメかもしれない。思った、匂いちょっと。いやいや、あなたすごいね、ミユミユって。
んかさ結構なんか粉末で嗅いだ時はなんか抹茶みたいだよねって思ったけど、ふくしたらなんかえ混ぜた、あ飲みました、いやまだ、あ匂い、うん、え混ぜた、一気にまだまだ、あ青汁、混ぜるスプーン、混ぜるスプーン、混ぜスプーン、混ぜスプーン、よいしょ、え粉末の時はいけそうだったんだよ、みはるさん、いただきます、一袋、濃い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 、これは濃い濃いよ、よく普通の顔していけたね、濃い濃い、わ美味しいけど濃い、これやばいかも、じゃあいただきますか、あ春は結構いけそうだけど飲みが結構、あうん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 、あうん抹茶じゃねえ絶対抹茶じゃねえでも、うん、あでもお茶みたい、うん、うん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 、お茶、想像したよりは、うんうん、全然美味しいけど、これ誰の青汁なんだろう、めっちゃ勝手に飲んでるけどそのために買って、えでもなんかなんかこれで結構、あんたこぼれそうなったよ大丈夫、ダメだよ、一歩大人になれました、これ青汁で、うん、なんか毎日飲んだらなんか全身の血液良くなりそうな、うん、でもすごいスッキリしてて、うん、美味しい、なんか青汁の CM みたいになっちゃってすごい宣伝してスッキリ隣の人絶対スッキリしてると思ってないなんかこうなる顔がほんと、美味しい、美味しい、私はご褒美が食べたい、そうだよ、みんなはご褒美があるから、いやみんなでワケワケしよう、そうだよね、ケーキがね用意されて、みんな食べよう、なんかキャプテン頑張ったから、だってみんな回るんじゃない、あ、おいしい、はい、ありがとう、包丁、包丁あるよ、まだ、はい、あ、ば、今紹介ね、うん、あ、箱、はい、こちらの箱が届いていまして、みはるさんも紹介させて、紹介してください、このターコイズブルーの箱、何が入ってるんでしょうか、あとミューミューキャプテンの、こちらです、みゆみゆの皆さん、はい、こちらです、ありがとう、ありがとう、ちょっと誰か、いいんですか、私も、もちろんですよ、代表者の方、上手な人が来て、あ、鹿のそ、鹿のそが共同作業だよ、ちょっとまず開けてみなよ、じゃあ、え、開けちゃっていいですか、え、こんな箱のものいただいていいの、いきますよ、すごくない、はい、せーの、わー、うわ、めっちゃ美味しそう、待って、めっちゃ美味しそう、え、これ、いいんですか、これ、え、いい、あの、有名な、お土産でも有名な、マジ？すごい、やったー、波のケーキ、嬉しい、やったー、あ、じゃあ、みみさんのけた、はい、はい、こちらです、こちらがご褒美だそうです、超嬉しいご褒美なんですけど、すごい、近野先生お願いします、はい、どう切ろうか、やったー、すごい、ここだからな、めっちゃ美味しいよね、確かに、一回乗っけたりする、なんか、そうだね、そうね、すごいすごい、駅とかでも売ってるよね、お土産で、うわー、大好き、みょう、ビジュアル最高、ビジュアルよ最高、素敵なビジュアルです、お土産で言うほら、こちらご覧ください、プラリ、周りチョコ、プラリネね、周りチョコ切るの、あ、そうか、ね、逆さまにして切るんだよ、あ、そうなんだ、先生、さすが、アーモンド下にして、なるほど、すごい知ってる、よくもの、うわー、絶対美味しい、ないとね、潰れちゃう、そうなんだね、へぇ、周りチョコなら包丁温めた方が良かったね、箱がさね、美味しそう、遠い目をしたくなる、どうした、はるかちゃん、かわいい、はるかちゃんどうしたのかな、袋が全然取れ、ねえ、ね、見て、コップから出てきた人みたいよいしょ、ありがとう、オッケー、よし、ちょっと手元映ってたのは残念だけど、あ、こちら撮ってるよ、あ、別カメラで撮ってます、ちかなファンの皆さん、ちかなちゃんのナイフさばきは私のショールームで見てください、すごい、すごい、結構行ったり来たり、そうだね、移動大変だね、あーって言って大変ですよちょっと隣の隣すごいすごい、なんか映ってますよ、ね、ビニールがね、テープですっごいしっかり取られてるから、あらららら、すごい取りにくいんですけど、ね、ティファンね、憧れのターコイズブルーの箱、箱
ハサミやるかな。ハサミ。多分これめっちゃ時間かかる。すっごいきっちり止まってるから。ああ、ありがとう。行きやすいかもしれん。あざなる。ありがとう。よいしょ。初めて飲んだハサミ。いけるね。なんか始まっちゃった。どう？気に入ってもらった？ありがとう。このフォークは中村始まってますよ。ティファニーのフォークなの？そうだよ。ななみに似合うと思って。ありがとう。嬉しい。劇団するフォーク始まってますけど、ちょっと機械に入ってないから、ね。じゃあお二人は食べなくていい。そういうことで。やだ。ちょっと誰も止めないから劇団から始まってもちょっと今日は。ありがとうね。めっちゃチョコ。チカナが頑張って開けてくれてる。ママありがとう。ママありがとう。よいしょ。あーすごい。よしちょっとケーキ入刀。ありがとう。共同作業じゃないけどおめでたい。何言ってんだと思ったし、はるかむら今。今の顔、今の顔はこの人何言ってるんだろうって顔してた。違う。だってケーキと言ったらケーキ入刀でしょ。確かに。はい。ババ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 バね、なかなかないね。ケーキ切ってるってなかなか。お祭りでもなかなかこういうケーキ売ってないしね。え、大丈夫大丈夫。え、ウェッティとか用意しとく？ウェッティ隣に。あ、いやめっちゃいた。めっちゃ隣にいた。あー。これ包丁温めたよかった。お湯持ってこようか。いや。大丈夫。おなんかティッシュだ。それティッシュじゃない。マジ力なんだよ。すごい一回拭いてたのが全然いいのに、ありがとう。もうさばきがね、うん、この道10年なんでね、違うんですよ、タッチが。うちの近那須先生はちょっと口が青白に。そんなに？でもすごいね、私飲もうちょっとごめんね、先端恐怖症の人ごめんね、思っちゃった。じゃあまっすぐ切れてないかもしれない。いや全然、切っていただけるだけでありがたいです、うんうん、ありがとうございます。ありがとう。めっちゃいい匂い、チョコレート。だって横向かせるね、先端恐怖症の人いると思って。落ちちゃう落ちちゃう、危ない危ない。ポイント、あ、分ける。あ、切ったから手使っちゃうね。はい。あ、いけた。綺麗だから。熱湯です。あ、ありがとうございます。でもいらない。はい。あ、じゃいらなかったです。熱湯いらなかったです。熱湯飲みたい人大丈夫ですか？熱湯飲みたい。熱湯チャレンジ。熱湯チャレンジ。じゃん。耳。めっこがパッカン。え、待って、耳いいの本当に。もちろんです。罰ゲームなんですよ。でも私フォークを温めていただきたいと思います。確かにそれは結構いいかもしれない。ありがとう。やったー、ラーマン。めっちゃ切るの難しいのに頑張ってる。ありがとう。完璧な5等分ね。よう、めっちゃ綺麗でしたね。はい、どうぞ。あ、ありがとう。ありがとう。イエーイ。めっちゃ美味しそう。美味しそう。見て、チョコの香りすごいんだよね。めっちゃ美味しそう。ちょっと待ってね。見て、なんと私まで。やったー。わ、いい匂い。ありがとう。オッケー、すごい。ありがとう。オッケー。はいよ。Thank you。フォークありますか？なりますね。あります。あります。やった。食べよー。食べよー。すごい断面綺麗。ね。
断面なんだっけ、あんず、あんずのね、ジャムが。あ、そうなんですか。じゃーん、すごい、やった、おいしそう、やった、おいしそう、いただきます。ごめんね、なんかティファニーのフォーク、そうだよ、ティファニーのフォークだよね、ナナミ。そうそうそう、はるかがね、シャー、ありがとうね、はい、全然すごいいいと思う。そう、本当に高かった、高かった。いただきます、いただきます、いただきます。うわー、めっちゃ美味しそう、美味しい、いただきます。絶対に美味しい、力染めたって嬉しい、ありがとう。うわ、めっちゃ美味しい。あ、高級だわ、味が。うわ、このチョコの硬さと、このふわふわさと、アーモンドのカリカリさの食感のなんか合わせ技、すっごく美味しいです。誰の豆だろう、誰だろう、誰だろう、誰だろう、うん、うまい、上品だね、美味しい、すごい、美味しい、美味しい、高級な味がするわ、ね、分かる、アーモンドやばい、美味しい、あとチョコ、チョコ美味しい、みんなうなってるって言われてる、そう、うなるぐらい美味しい。うん、幸せや、うん、最高、めっちゃ美味しい、幸せ。そう、まだあと1週間だね。危ない、そうだね、ちょうど1週間、そうだ、うん、いや、1週間も過ぎた、もう過ぎたか、もう切ったか、昨日、やばい、1週間切ってるんだ、楽しみ、笑わないです。ごめんごめん、何の笑いでもないです。うまーい、おいしい、酸っぱい、苦い、甘い、本当だ、味覚多分全部制覇した。辛い、辛い、よし、辛い、行こう、次の罰ゲームは辛いですね。おいしい、おいしい、染み渡る、美味しいわ。うん。自分もちょっと弱るんだけど。うん。みんなお腹すきすぎて無言で食べる。うんうん、確かに。お腹空いてるんだよね。うん、お腹空いた。うまい。あんはしません。お腹空いてるため、あんはちょっと申し訳ないんですけど、はい、今回営業しておりません。申し訳ございません。うん、美味しかった。美味しい、美味しい、幸せ。ラスト一口。よし、じゃあちょっと私は先に置いて、置いて、これ失礼します。お着替えをしてきます。皆さん、ありがとうございました、ありがとうございました。皆さんもありがとうございました、ありがとうございました。夜もぜひ見てくださいね、楽しんできます、ありがとう。チョコビターだね、確かに甘すぎないですね、めっちゃ、ありがとう、ケーキが甘いから、うん、チョコ甘すぎない、喉乾いちゃった、青汁あるよ、そんな、うん、そんなド S な目で見ないであるよ、うん、あ、ここにもお茶入ってる、あ、これも、あ、ありがとうございます、すいません、なるほど、でっかい、うん、
ちそうさまでした。ごちそうさまでした、うん、めっちゃ美味しい。美味しかった。美味しくないよね。美味しかった。ごめんね。美味しかった。美味しかった。片付けちゃう。ありがとう。ごちそうさまでした。美味しかった。あ、辛っ。なんかさ、これなんだっけ、ジュエ挟むみたいな。ね、コインだけ開けない。これ開けにくい。すぐ開けられるやつじゃなかった気がする。あーそうか。すぐ洗った方がいいやつで。口に、まあ、多分効いてないはず。私はお湯を飲む。あ、ありがとう。お湯飲んでるんですか。ついてますね。美味しかった。なんとね、夜では浴衣がまた変わるということです。そうだよ。昼夜当たってる人はね、また別の浴衣が、うん、楽しみですね。決めた。すごい。次何決めた。決まりました。全く決めてない。よいしょ。めっちゃね、種類があって。オッケー。そう、浴衣変わるんです。なんかこれ、私はこれ衣装さんに決めてもらったやつだったんだけど、お姫のこれは。やばい、殺菌って書いてある。ちょっと上げたくて。上にでも夜はちょっと自分で選んだ浴衣を着ようと思うので。昼はね、自分で選んだんだ私は。うん、髪はちょっとだけ変えようかなって感じです。そうですね。ということで、皆さんそれではありがとうございます。皆さんありがとう。ありがとう。続けるね。夜またに公演見てください。うなじも最高です。私ずっと後ろ向いてたから顔面よりうなじの方がずっと見られてたかもしれない。後頭部一生見られてたかもしれない。バイバイ。またねー。ありがとうございます。これ楽しかったようだって。ありがとう。な。よみよどしと。グッバイ。みんなおやすみ。早。バイバイ。私はちょっとショール。